京橋江戸グランタウンミュージアムのパート2です。通路ですね。ここは通路側なんで、通路側をちょっとご案内します。こうやって時間で動いてます。これ綺麗ですよね。どうですか？ここからですね、時計のモーションディスプレイですね。サイレントウォッチセールスマンとミッキーマウスっぽいやつがリューズを回したりいろいろやってますね。これ見てください、この細かい動き、こうテンプの動きだとかね、歯車の動きだとか。これも素晴らしいですね。これリストウォッチ、1930年代、リューズを回して今修理しているところです。足が出てますよね。足が動いてジャッキアップして、クロックワークス。ウォッチメーカーズ。1950年代に作られたウェディングケーキですね。ケーキ職人がみんなでウェディングケーキを作っていて、そして新郎新婦がいて、お手伝いの女性が何か針で仕事してるっていう感じです。色はいいと思いません？最高に。70年前、信じられないですね。スクーターハネムーンですね。今まさに夢のようなスクーターに乗ってこれから新婚旅行に行くっていう。本の表紙で使ったのはこれですね。ベリンジャー。高級感があって人目を引いて夢がある。もう本当に全て備えているような気がします。さあ、次回はですね、これの反対側ですね、反対側をご紹介します。お楽しみにしてください。